愛用のスポーツカーのハンドルを握りながらストーリーの構想を練るという島田さん。推理小説界の奇才と呼ばれ、大胆な謎の設定とその謎解きの鮮やかさで多くのファンをつかんでいます。東京三鷹市で現在気ままな独身一人暮らしの43歳。大体毎晩スカイラークに行くとか。その島田さんが本格的に作家を志したのは30歳の時です。作家島田総司の誕生を決定づけたある日の出来事から伺いました。ある日1年発起して、よし今日は朝までに何か書いてやろうできたら短編1本ぐらい書いてやろうと思いましてね。で書き始めたんですが、なかなか、うまく書けませんで、でその頃よくそうしていたんですけれど、テレビをひねったんです。当時はリモコンじゃありませんで、津波でねテレビをつけるんですけど、でボリュームは上げないんです。絵だけを見ながら音は聞かないということをよくやってたんです。でつけてすぐ気がついたんですが、明け方の4時だよな、まあ、テレビ映るわけないや思ったら映るんですね。シャッターが映っていて、でそれが銀行のシャッターだったんです。で機動隊員がこう身をかがめてシャッターの隙間から中を覗き込んでいるのが映ったのをよく覚えてるんですけれど、それが梅川の銀行襲撃の日だったんですね。だからまさに僕はあの日に小説を書き始めて、具体的に言えばそれは違法の騎士という作品なんですけれど、あれはその日に書き始めたんです。ですから推理小説をいつから書き始めましたかと聞かれるとね、それは答えるのは簡単なんですね。日にちもすぐ調べられるんです。だからね、犯罪小説を書く運命にあったんだろうと思いましたね、あれでね。島田さんは昭和56年に先生術殺人事件でデビュー。猟奇的な集団殺人事件と緻密なトリックは推理小説ファンを大いに驚かせました。その後も次々とベストセラーになっている島田作品の特徴は、事件の謎の奇想天外さです。人間を頭から食らうという樹齢2000年の大クスノキ、霧のロンドンで繰り広げられるシャーロック・ホームズと夏目漱石の推理対決、その謎の設定の奇抜さに読者は熱狂的な支持を。150年の歴史をもう持ってしまっているんですけれど、それは原点に位置するポーのモルグ街の殺人ですね。これがこういうこの作品が持っている性格を理解するのが有効であると思います。モルグ街の殺人というのはどういう形で世に現れたか、あるいはどういう形で読者を驚かせたかといいますと、冒頭に非常に幻想的な謎が現れたんですね。それはポー以前に18世紀の頃、アイルランドやイギリスにね、おびただしい幻想小説の傑作、あるいは民話、語り継がれた幻想小説的民話というものがたくさんあったんですね。でポーがそれを継承する形で幻想小説的な謎を冒頭に盛り込んだ小説を書いたんだと思うんです。で物語の終わりの段階でこれが現実レベルまで解体されるんですね。とても論理的に万人が納得するような、平易なロジックでもって解体されて納得させられてしまうという、そういう構造を持っていたと思うんです、あの小説は。ですから早い段階での幻想的な謎と、それから終わりの段階でのそれを崩す論理という、この2つを条件として持っているというふうに僕は理解しているんです。でこの2つの要素を持っている小説が本格ミステリーであろうと思います。幻想的な謎と緻密な論理、本格ミステリーを生み出すには並々ならぬ苦労があるそうです。何を弾くんですか、考えるときは。スポーツカーを走らせるのも、ギターをつまびくのも、その創作の苦しみから逃れるため、それ以外の時間は全て謎との格闘だそうです。僕はやりたいということは、あるいは挑戦したいということは、この時代にまたミステリーの霧ですね、幻想的な謎を演出してみたいということなんです。それがミステリーの原点ですから、これからもそういう挑戦を行っていきたいということなんですね。